早朝にもかかわらず、これだけの方々がこの東日本大震災風化防止運動に参加いただき、またこの運動が10年目を迎えられたこと、この場をお借りして熱く御礼申し上げます。東日本大震災発生から丸11年が経過いたしました。この11年の間に、日本全国さまざまな水害、災害、風災と、毎年のように発生しておりました。この運動、当初は、風化させないというものを目的にやっておりましたが、毎年起こる災害に対しても
備えるというような趣旨で運動をご一緒にやっていただいてます。しかしながらここ、現在も進行中の新型コロナウイルス、そしてロシアとウクライナの戦争、この戦争もあと数ヶ月後には必ず日本には悪い意味での白竜効果というものが必ず訪れると思います。経済、そして金融、食料、さまざまなものが災害級のごとく現れるんではないかというような指摘もされる方が非常に多いです。備えるというようなことまで今まで運動してきていただきましたが、皆さんそれぞれが、情報収集していただき、備えるという言葉にちょっと付け加えた意味の備えるという言葉を発信していっていただければと思います。また、ロシアとウクライナの戦争を見てますと、地理的にも日本という国はロシア、北朝鮮、中国に囲まれ、尖閣の問題、台湾の問題、非常に難しい時に立たされているのではないかと思います。そういった意味でも、ウクライナの現状がいつ日本に来てもおかしくない状態です。全てに関してちょっと発信するのは難しいかもしれませんが、できる限り情報収集しながら風化防止とともに、この運動を発展していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。今日一日、CD も配布いたしますが、できましたらマイクを通して自分たちのご意見を発信していっていただければと考えております。以上で私のご挨拶と返させていただきます。よろしくお願いします。戦場か、おれ戦戦。皆さんおはようございます。東日本大震災統一行動国水青年隊の吉岡会長からお声をいただきまして参列させていただきました。原発問題、そしてまた放射能、そしてまた老人たちの住居、まだまだ解決しておりません。そしてまた行方不明者も2600人、こういった問題をまだまだ解決していかないと、このどうか皆さん警備の方も非常に厳しいと聞いております。対応者の内容、また事故の内容、今日一日頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。国の子評論者横山社主、よろしくお願いいたします。あれ、おはようございます。国の子評論の横山と申します。本年もこの意義深い運動が継続されますこと、主催者の皆様、また本日ご参加の皆様に礼儀を表します。この3月11日を前後して3日間ほど、福島県、宮城県の海岸沿いを僧侶の友人とともに慰霊行脚をしてまいりました。津波に流されてしまった町はただ何もない平地になっている、またソーラーパネルが敷き詰められているという状況です。しかしながら、それぞれの町でこの災害を忘れない、記憶を風化させないという施設が作られ始めています。本当の復興というのはこういった祭りが盛大に行われることなんじゃないかなというものを強く感じました。ふるさとを守るという意識、
この積み重ねが将来的に国を守るということにつながっていくのではないかと思います。課題は山積しておりますけれども、本日皆様と共に最後までこの大災害の記憶を忘れないと同時に、これから起こりうるであろうさまざまな災害、そして紛争に対する備えというものを大きく訴えていきたいと思っております。本日はどうぞ最後までよろしくお願いいたします。続きまして、全日本愛国者団体会議長峰議長、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。国政青年隊吉岡会長の、1回目が千葉県旭市より、今日の運動11回目の参加となります。この今日の日本を取り巻く環境、先ほど来、述べられておりますが、ロシアの蛮行、あるいは中国と接しております東シナ海問題、多々あるとは思いますが、ウクライナの国民あるいは義勇軍を見ても分かる通り、日本はかなり法律憲法が欠如しております。憲法改正とかさまざまな問題ありますが、今日は一日東日本大震災噴火防止というような運動を一日の下で行いますので、最後までよろしくお願いいたします。以上。続きまして、決心連合会大野相談役、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。おはようございます。そして今日国政青年隊様にはこういった良い、運動に、お誘いいただきまして誠にありがとうございます。東日本大震災が過ぎて11年経ちます。私たち決心連合会は、1週間後にですね、震災があった1週間後に被災地に支援物資持って炊き出しに行ってまいりました。周りは瓦礫の山で大変なことになってました。本当に炊き出しを終わるとおばあさんが、お兄さん、いつ今度来てくれる、そう聞かれた時には私は目から涙が出てきました。そういった悲惨な震災、これを絶対に忘れないように、今日はみんな一丸となって運動しようではございませんか。最後に、今日の参加されている団体の皆さん、今日は一日よろしくお願いいたします。以上。並びに諸先輩方、そして同友同士の皆さん、おはようございます。おはようございます。本日国政青年隊の吉岡会長の、お声掛けにより、私も初めて、この震災、復興の、そして、追悼する意味での統一凱旋に参加させていただきました。
日頃一緒に運動されている方もおらっしゃいますし、また初見の方も、あるかと思います。私は埼玉県川越市で、主に、民族運動を展開しております松本邦弘の門下生で福山達夫と申します。新アジア同友会、2代目会長を務めさせていただいております。私事になるんですが、実は平成23年3月11日2時46分、私宮城県の若林区古城というところに、ちょっとやんごとなき理由でいました。そして、私も、震災を、被災した一人であります。本当に今までニュースとかでは阪神・淡路大震災で縦揺れが来たとか、高速道路、阪神高速道路が橋桁が倒れたと、そのような、記事ニュースを遠くで、見るような感じだったんですが、いざ自分が宮城県のその若林区の地で、震災に遭った時に、私がいたところで震度6弱でした。そして私がいた施設の前の道路の歩道橋、見事に落下したそうです。我々も何も、日本の皆さん方にできない、そういう歯がゆさの中で、私も無事社会に戻ってきた時に2年10ヶ月経ってたんですが、仙台のメトロポリタンホテルだったんですか、33階の一番上の部屋から窓を、外を海の方を見たら瓦礫です。本当にその現実を目の当たりにした時に、あ、何かしなければいけないと、本当にお見かけの通り、私も、松本邦弘の弟子にはなったのはもう40年近く前なんですが、今年、58になります。まだまだ、未熟者でありますし、ただ、今日このような機会をいただいたのは、やはり私も被災者の一人として、皆さん方と共に、あの日を、11年前を、平成23年3月11日を、自分の体験ももう一度思い出す、もう俺はこの宮城の地で死んでしまうんじゃないかと、そのような本当に、今でもちょっと大きい地震が来ると私の体が動いているせいかちょっとトラウマになっております。でも先ほどから、諸先生方が申しているように、ウクライナにプーチンという独裁者一人によって戦争が行われております。亡くなっている方は子供、そしてお年寄りばかりです。そういう中で原子力発電所に幸い建物だったというだけであって、あれがもし原発にミサイルが直撃していたら、すぐ近くにあるウクライナのチェルノブイリの10倍以上の放射能が出るという、そのような、本当に我が国だけじゃないですか、核兵器を使われた国っていうのは世界でも唯一我が国しかないはずなんです。その我が国が今このような米国主導の中で、または中共に気負って顔色をうかがうような、そのような、政策を取っております。皆さん方もご存知のように、今日は同じこの都内で、自民党党大会が行われております。私の同友同士、また出雲全愛で一緒に活動している方々もここに来られなくても、自民党の党大会の方で自民党お前ら何やってんだと、そういうような大きな声を今上げていると思います。9時からやると先ほどメールが来ました。私も皆さん方と一緒に、今日は自分も被災者の一人として復興、そして日本の将来を、今日皆さん方と一緒に運動を展開してまいりたいと思います。誠に、取り留めない、拙い話なんですが、どうか一つよろしくお願いいたします。せーっ、しょーかっ、
まして、正規塾若島塾長、よろしくお願いいたします。あの日から11年が経ちました。あの日の恐怖の中で、そしてあの日の不便さの中で遅れている復興の歴史にある場所があります。忘れないでほしいと思います。そして今自分たちに何ができるかということを考えてほしいです。私たちはあの日を忘れない、この運動に国水青年隊の皆さんに感謝申し上げたいと思います。私も一生懸命皆さんと一緒に頑張りますので、よろしくお願いします。事故がないように皆さん今日一日頑張りましょう。の行動内容ですが、解散後、そちらで、各団体の方向性にお任せいたします。東日本大震災、文化防止、そして被災地の復興など独自のスポットで結構ですので、よろしくお願いいたします。続きまして、経団の説明ですが、国水青年隊の車両が出発いたしましたら、出口に近い車両から団体ごとに順次出発していただきますようよろしくお願いいたします。続きまして、コースの説明ですが、明治神宮を出まして、北参道交差点を右折、明治通りを渋谷、広尾、天元寺と進み、古川橋交差点を左折、その後麻布通り、六本木通りを進み、溜池交差点を右折、外堀通り、昭和通りを、新橋、銀座、江戸橋と進み、宮本町交差点を右折。公安条例による東日本大震災文化防止運動です。政府、政党、大使館、こういった、施設付近での抗議などは行わないようにお願いいたします。また交通規則、電子で事故のないようによろしくお願いいたします。出発は10時30分となります。以上。ありがとうございます。